柏木さんは死の間際俺に言った。リゾート開発の裏で利権を狙っている奴が東上界にいると。俺もそう踏んでる。今の東上界でこれほどの絵が描けるのはこの4人くらいだ。柏木さんはもう一つ俺に言った。その裏切り者は大吾を撃った男ともつながっていると。大吾を撃った男だと？大吾、それとリゾートの買収候補地の土地を持っていた中原という男を撃った犯人だ。これ一体どういうことだ？これ死んじまったお前の親代わりだった笠間じゃねえか。俺にもまだわからない。大吾と中原を撃ったというこの風間のおやっさんに似た男、俺を襲った黒いスーツの白人たち、それにさっきのヘリの襲撃、敵は一体どこにいるんだ？まあ今はとにかく東上界の裏切り者を探すしか道はねえようだな。ああ、俺はこの絵の男が誰なのかを追ってみる。お前は柏木を殺す可能性が一番高い神田を追え。分かった。